うわ世界を我が手に好きにさせるか父さん。なんて言った？父さん。なんてこった、実の息子が最大の敵とは。はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はですね、2017年9月30日本日公開のこちらのレゴ忍者子ザ・ムービーの試写会に行ってきましたので、はい、そちらの様子をちょっとご覧ください。はい、はい、ということで2017年9月30日本日公開のレゴ忍者子ザ・ムービーの試写会場やってきました。はい、イエーイ。はい、そしてここにあるのがカイのファイアメカで、これがロイドのメカドラゴン。そうだね、うん、すごいね、かっこいいね。そうだね、うん、初めて見たけどめっちゃすごいパーツ、うん、あ、そんな尻尾も動くんだ。そう、はあ、すごい。じゃ行きます。えい、うわ、飛び出すんだね。うん、すごいすごい。で、中に貝も、あ、乗ってるね。うん、おお、いいじゃん、うん、かっこいい。すごいね、忍者たちがいっぱいいるね。うん、ウー先生もいるじゃん。おお、楽しみだね。うん、はい、じゃあ試写会場入りますよ。はい、はい、おお、すごい、すごいね、うん、あ、ちゃんとミニシアターになってんだね。楽しみだね。はい、ということで試写会見てきました。うん、面白かったね。すごい面白かった。どのあたり面白かった？このロイドのメカドラゴンの必殺技のところ。ああ、それすごかったね、面白かったね。うん、やっぱりエイジ君爆笑したもんね。うん、僕はね、あのガーマドンのキャラクターがめっちゃ良かった。あ、うん、これはね、ぜひ見てもらいたいね、劇場でね。うん、はい、ではお家に帰ってこれらのメカ作っていきましょう。はい、はい、それでレゴ忍者ゴーザムービーに登場したレゴ、もう実際に発売されてるね。うん、これ本当に活躍したやつだね。ね、活躍したやつだよね。うん、それでもう組み立てて映画のシーンを再現できちゃうわけだよね。うん、いいよね、これね。すごいね。じゃあ早速作っていきましょう。はい。はい、ということでこんな感じで組み上がりましたね。うん、結構大きくてかっこいいよね。かっこいいね。うん。ああ。どうだ、楽しくしていられるのもここまでだ。これからはもっと楽しい忍者チャレンジだ。受けれた、父さん。おお、ところでさ、忍者チャレンジって何？忍者チャレンジとはレゴ忍者号を使って映画のかっこいいシーンを再現することである。ああ、そうなんだ。ウエジン君はどうするのかな？僕はメカドラゴンの必殺技のシーンを再現します。おお、いいね。ロイドは頭の後ろに乗ってるね。ね、こっからロケットがブォーって出るようになってる。反対側もブォー、そしてミサイルが出る。おお、口が動く。おお、これはすごい。うん、こんなに口開くんだ。そう、本当にこの街の思い出は何も思い出せない。ああ、そうだな。あ、そうだ、確かこの街のラーメン屋がすごい美味しかったんだよな。今でも早く食べに行きたい。もう分かった、これでも食らえ。ドキュンドキュン、背中ミサイル発射、ウェイミサイル発射、顔ミサイル発射。どうだ、ガムド。では私の忍者チャレンジ行ってみよう。これすごいロボだよ、ほら、うん、すごい、ちゃんと手も動くしね、うん、足ももちろん動きますからね。指も動くんだ。すごいよこれ。ここにガーマドン乗ってるね。ちゃんとこんな感じで降りられるようになってますよ。おで、ここにスプリングローデドシューターあるね。うん、いくよ、ほら。お忍者軍はわしが占領してやる。そんなことさせるか。お、現れたな、このサメビームを食らえ。うわうわ。続いてはカイのファイヤーメカだが、うん、カイがいないようだな。ちょっと待ってて。ふん、おお、赤になったな。じゃあこれで忍者チャレンジできるな。うん、このファイヤーメカのちゃんと関節があるね。ああ、ちょっと曲がるね。うん、で、あとこれ、こうやって手が回るような。おお、先の方に炎が出てる。うん、
俺たちが忍者軍を征服してやる。ドーン、うわ、ドーン、うわ、効かない。そんなことさせるか。あかん、俺を食らえ。ドーン、うわ、効かないのか。俺はボーン、あー、ドーン、うわ、ボーン、あー、キーッと、うわ、ボーン、はい、ということで、どの忍者チャレンジが良かったのか、ぜひコメントで教えてくださいね。教えてください。皆さんもぜひ、ヤゴ忍者軍を使って忍者チャレンジをやってみてください。はい、やってみてください。はい、ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。